いやー、やりました、やりました、皆さん。やりましたよ。ジャイアンツ優勝ですよ。皆さん、やりました。よいしょー、よいしょー。おめでとう、みんな。おめでとう、ジャイアンツ。おめでとう。マジでおめでとう。本当におめでとう。本当に、阿部監督のインタビューとか、胴上げとか、なんか、坂本さんが、なんか泣いてるところとか、なんか、そんなところを見てると、僕もなんかちょっと、なんかわかんないけど、泣きそうになるというか、うん。なんかここまでよく、我慢して、よく頑張ったんだなと思うし、うん。なんか、本当に気持ちいいですね、優勝って。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい。今日はですね、ジャイアンツ優勝したというところで、まあ、いつもと変わらずですけども、ちょっと試合解説の方をね、やっていきたいなというふうに思ってます。はい。まあ、カープ対ね、ジャイアンツというところで、まあ、マジック1になりまして、まあ、東京ドームでね、胴上げ見たかったとは思うんですが、やはり、まあ、やってる人であったりとか、選手の思いからしたらですね、やっぱり早く決めたいと。まあ、場所は東京ドームが一番いいけども、まあ、松田でも、とりあえず、早く優勝を決めたいっていうのがありますから、そういったところで、まあ、非常に、まあ、カープのね、球場というか、カープ球団もですね、すごく配慮があったというか、まあ、勝敗が終わった後にですね、安倍監督のセプテンバーですかとかを流したりとかね、そういうふうな粋なね、演出もあったのかなというふうに思うので、そういったところで、まあ、非常に、嬉しいなと、僕もね、何回もね、胴上げのシーンを動画で、見てしまってね、ちょっとね、配信が遅れてしまったんですけども、まあ、嬉しいですね。なんで俺が泣きそうなんねんって話なんですけど、まあそれぐらいね、やっぱりこう、スポーツであったりとか、っていうところの影響力ね、やっぱりこう、人にそんだけね、力を与えられることができるというところを、改めてね、再認識させていただきました。はい、じゃあですね、動画の、今日の構成としてはですね、まず得点シーン振り返っていきまして、その後にですね、スタメンの変更点見ていきまして、最後にですね、僕が気になったところ、今日のポイントなんかをできるだけ分かりやすくね、伝えていきたいと思います。本題に入る前ですね、すいません、告知させてください。僕ね、チャンネル登録数5万人ね、今年中に、500人違うよ。500人違うよ。5万人をね、目指してますんで、まだの方でいらっしゃいましたらね、ぜひね、チャンネル登録、ポチ、高評価なんかもポチしていただけるとね、非常に嬉しく思いますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあですね、早速、入っていきたいと思います。まず得点シーン振り返っていきたいと思うので、僕の、まあ、顔よりちょっと下あたりにですね、画像を出しながら、ちょっと一緒に見ていきたいなというふうに思います。はい、まず今日はですね、なんと、もう本当に苦手なんかなと。松田ほんまに苦手やったんかなぐらいのね、感じでね、今日は最後ね、勝ちました。まあ、8対1というところでジャイアンツが勝利をして、まあ、リーグ優勝を決めたというところですけども、やはりまあ、序盤、まあ、4回、5回、5回ぐらいまではね、まだ全然、どちらが勝つかは分からなかったゲームなんですけども、まあ、岡本選手のね、タイムリーでやったりとかっていうところで、まあ、突き放して、最後ね、8対1というところに持っていけたというところですね。はい、じゃあ、得点シーン振り返っていきますけども、まず4回表、先制したのジャイアンツですね。ツーアウト1、3塁から、門脇選手のライト前ヒットで先制しますと。ただ、しかし、すぐにですね、取り返されます。4回裏、2アウト2、3塁から菊池選手のレフト前で、1対1になります。はい、で、ここ均衡破ったのが、6回表、ノーアウト1塁から岡本選手の2塁打ですね。2塁打で1点取りますと。で、2アウト1、3塁、小林選手のこれライト前、これでかかったですね。この2点目っていうのはめちゃくちゃでかかったと思います、これね。で、3対1になります。で、7回表にもジャイアンツ3得点しますと。ワンアウト1、3塁から岡本選手の、エンタイトル2ベースかな。で、2アウト2塁からマッスーの松田大輝選手のセンターの2塁打。で、9回表にも2点入れまして、ワンアウト2、3塁から坂本さんのセンター前ヒット。で、ワンアウト1、3塁から、松田選手のレフト前というところで、
まあ、序盤のね、展開、1-1 という展開から、徐々に突き放してったという形ですけども、やはり、まあ、打線のね、やっぱり中軸というか、主砲のね、岡本選手がしっかり打ってくれたっていうのもありますし、その前のバッターの、まあ、吉川選手が今日5打数4安打というところで、爆当たりしているというところもあって、まあ、非常に、打線のつながりというところでね、特に後半、中盤から、後半に限りですけども、非常にいい攻撃ができてるんじゃないかなと思いますし、まあ、菅野投手もですね、今日めちゃくちゃ調子良かったかって言われると、そこまでは、良くないかなって僕的には思ったんですけども、やはりね、要所を締めるピッチングで、ピッチングもそうですし、やはり今日に関しては、まあ、落ち球というところね、フォークボールというところが冴えに、冴えまくってましたんで、うん、まあ、ストレートの、球速はちょっと、まあ、この間ね、120球ぐらい投げてるかなっていうのもあって、ちょっとね、球威が落ちてるかなっていうところありましたが、まあ、そのフォークボールっていうところはエグすぎると、まあ、スライダーはもともとエグいんだけど、もうそこにフォークボールも入ってきたらもうちょっとやばいよっていうところね、まあ、カーブ打線もちょっとお手上げやったんちゃうかなって最後の方はね、思います。はい、じゃあですね、次ですね、得点シーンじゃなくて、スタメンの変更で見ていきたいんで、僕の顔あたりにですね、ちょっと画像を出しながら、見ていきたいと思います。はい、まずホーム側のーカーブから見ていきたいと思うんですけど、カーブ結構変更でありまして、昨日、中村翔成選手がね、レフトで出てたんですけども、今日はね、スイカの選手が7番に、レフトで入っています。で、矢野選手が先日、3番に入ってたんですけども、今日は2番。で、小園選手が4番だったんですけども、今日は3番。で、坂倉選手はですね、この間ファースト守ってたんですけども、今日はファーストに、これなんて読むんだっけ、すいません、芹沢じゃなくて、やばい。すいません、名前は違いました。すいません。で、それで、キャッチャーに坂倉選手入ってました、今日ね。で、田村選手が、この間7番だったんですけども、今日は5番になってまして、で、相澤選手がですね、今日はね、欠場しておりますと。で、ピッチャー大瀬良投手から、今日はね、森下投手というところで、まあ、森下投手もすごくいいピッチャーですけども、まあ、9月結構調子悪いっていう風にね、出てましたから、データでね、そこをなんとかこう、こじ開けていくっていうところを見てみたかったなと思ってましたね、試合前ね。で、対するジャイアンツですけども、昨日からの変更点で言うと、キャッチャー大城さんが今日小林さんになっておりまして、で中山選手この間出てたんですけど、今日は5番に坂本選手入ってます。サードにね入ってます。で、浅野選手が7番から今日6番、で門脇選手が8番から7番というところで、ピッチャーはですね、井上投手から菅野投手というところで、まあ、菅野投手でね、今年14勝してますから、今回ね、今日勝ったとしたら15勝で、リーグ賞も決めてというところで、非常に最高のシナリオになってほしいなと、試合前、僕思っておりました。はい、じゃあですね、まず1回表からいきましょうか。はい、こっからですね、僕が気になったところであったりとか、ここポイントでしたよみたいなところをですね、できるだけ分かりやすくね、面白く伝えていきたいと思います。はい、いきます。まず1回表いきましょうか。はい、1回表ね、2アウトから吉川選手のヒット、岡本選手のヒットで、まあ、2アウト1、2塁という場面作ったんですよ。ただ、ここで坂本選手の打席の時に、2ボール1ストライクというカウントで、二塁牽制するんですね。森下投手が、二塁牽制をしたんですけど、まあ、ギリギリね、アウトになっちゃうんですよ、二塁牽制で。吉川選手がね。で、僕、これまで、吉川選手の走塁とかいろいろ、まあ、見ていきましたけども、まあ、そんなちょんぼをするような選手じゃなくて、非常にね、素晴らしい走塁をする選手なんですけども、これに関しては森下選手の、特にね、球の速さ、えぐかったなと思って、二塁牽制する球の速さがめちゃくちゃ速くて、で本当に間一発で、まあ、あのヘッドスライディングしたんですけど、間一発で本当にリクエストして、それでギリギリアウトっていう感じだったんで、まあ、これは吉川選手が悪いというよりか、これ森下選手とね、まあ野手もそうですけども、非常に連携がうまく取れてたんじゃないかなっていうふうに思いました。ちょっともったいなかったっていうところありましたけどね。はい、で次1回裏ですけども、まあやっぱりこの牽制アウトになるじゃないですか、やっぱ雰囲気悪いじゃないですか、やばいなってなるじゃないですか。でそこでこれですよね、一発目、先頭の秋山選手が、ショートゴロ打つんですけど、門脇選手エラーするんですね。まあちょっと難しいバウンドだったんですけど、エラーするんですね。この感じでちょっとやばいなって、牽制アウトになってすぐエラーで次ね、出塁許してるわけですから、あ、ちょっとやばいな、あ、得点されそうだなと思ったんですね。ただしかし、
ノーアウト1塁で矢野選手がバント失敗、キャッチャーフライになりますと。まあこれも今日聞いてた解説の秋原さんかながなんかこうワンバンで取ってゲッツー取れたみたいなこと言ってましたけども、あれは結構難しい。なぜかっていうと打球がちょっと前目に上がってるんですね。キャッチャーのところじゃなくてキャッチャーとピッチャーの間ぐらいに上がってるんですね。っていうことは、キャッチャーは前に走っていくわけなんで、バッターランナーがどういう風に走ってるかっていうのも見えないんですね、あんまり。うん、で、まあ、ピッチャーも打球を取りに行ってるわけですから、それもやっぱりこう、バッターであったりとか、ランナーがどうなってるかっていうのは、あんまりこう、視野に入らないんですね。っていうところで、まあ、一か八かワンバーで落として、まあ、ゲッツー狙いに行くっていうのもありますけども、あれは結構ね、まあ、普通にゲッツー取れたな、みたいな感じで言ってましたけども、あれは結構難しいぞと。普通に、って僕思います。なかなか視界には入れられないんで、あれはね、追ってるんで、ボールをね。うん、まぁ、あ、ちょっと難しいんちゃうかなと思います。ただ、ワンアウト一塁で、小園選手を 4-6-3 のダブルプレー取れたっていうのは非常に大きかったですよね。うん、この後にね。はい。で、2回表行きましょうか。2回表、先頭のね、坂本選手がライト前ヒット出ますと。ただ、ノーアウト1塁で、浅野選手が 4-6-3 ダブルプレー取られるんですね。で、あー、ちょっと雰囲気悪いなって、流れ悪いなって思ってたんですけど、これでね、森下投手上がってくるかなと思ってたんですが、これ2アウトからね、これ、門脇選手をこれまたフォアボール出してるんですよ。これもったいないです。もったいないですね。うん。こういう無駄なところがね、ちょっとね、広島あったんちゃうかなと思います。で、ツーアウト1塁になって小林選手なんですけど、これ4球目のチェンジアップをワイルドピッチにしてね、ランナー2塁に進めたりとか、まあ結局これね、小林選手、レフトフライでして、レフトフライで得点入ってないんですけど、こういうなんか、いい感じでゲッツー取って、例えばその3人目のバッターも、例えばすぐアウト取って、チェンジってなってくると、広島の流れにガーってなりやすいんですけど、そこで、ゲッツー取った後にフォアボール、そのフォアボールで出したランナーを、まあワイルドピッチで進めて、みたいな感じで、ちょっとこう、ごたごた感というかね、ちょっとこう、スパッと切れてないなっていう感じがあったんで、まだ、つけいるね、隙はすごくあるんちゃうかなってこの時点でも思っておりました。はい、で次2回裏なんですけれども、2回裏ね、これね、カープがチャンスを作る回なんですよ。やっぱり、こういうね、後って結構やっぱりピンチの後にチャンスあったりとか、チャンスの後にピンチあったりっていう ところですね。これ先頭の坂倉選手にいきなりツーベース打たれるんですよ。2塁で打たれるんですね。でノーアウト2塁で田村選手をレフトフライで、ワンアウト2塁で菊池選手をセンターフライに打ち取ったんですけど、これで結局ノーアウト2塁からランナー1個も進められてないんですね。うん、ヒットも打ててないし、ランナーも進められてないというところで、まあ、ここは、菅野投手がね、非常にこう、もう、右方向に打たせないっていうようなね、配球もしましたし、非常にね、ちょっとギアを上げた感じでね、投げてるところが、すごくね、素晴らしいなと思いました。で、ツーアウト二塁から、まあ、末金選手もね、センターフライ打ち取って、ノーアウト二塁からランナー一個も進めさせへんし、ヒットも許さないというところで、非常に素晴らしいピッチングだったなと思います。で、次、4回表。これね、ジャイアンツね、得点するシーンなんですけど、まあ、今日ね、吉川選手何本ヒットってんのって話なんですよ、まずね。これ、まあ、その先頭の吉川選手がレフト前ヒットで出ますと。で、ノーアウト注意で、ノーアウト注意で岡本選手は、キャッチャーフライに倒れたんですけど、このワンアウト注意で坂本さん待ってくるんですけど、もう初球の、カーブがワイルドピッチになるんですね、また。うん、で、ランナー2塁進みますと。で、ワンアウト2塁という場面で、まあ、坂本選手が、まあ、レフトフライ打って、ランナー進まないんですけど、この2アウト2塁で、これ、浅野選手、これ、ライト前ヒット打ったんですよ。これ、素晴らしいなと思って、なぜが素晴らしいかっていうと、カーブ、ストレートで、2球で追い込まれたんですね。2球で2ストライク追い込まれたんですね。で、そっから、カットボールを見極めて、で、フォークボールも見極めてっていうところで、相手バッテリーからしたら、あ、このボール振らないんだっていう、このボール見極められたんだっていう感じなんですね。で、最後ストレートに戻って、ストレート行ったんですけど、ストレートをね、もうノーステップ打法で、もうパーンってもうショートパンチみたいな感じでね、パチン打って、ライト前ヒット打つわけですよ。これ非常に素晴らしいね。ほんと、ツーストライクアプローチっていうところが非常に、うまくいった打席だったなと思います。で、ここで、ツーアウト1、3塁でね、これ先制タイムリー、門脇選手がライト前ヒット打つわけですけども、これも、ストレートボール、カットボール、ボールで2ボールになるんですね。そっから、3球ストレート行って最後ライト前ヒットになるわけですけども、その全部うちのコースなんですね。うち攻めしたんですよ。で、多分ですけど、まあ、5球目打ったの5球目なんですけど、4球目のストレートの、
ストライク見逃し方が多分あインコース待ってないなっていうインコースに全然合ってないなっていうような見逃し方したんですね門脇選手が。で多分あもう一球いけると思ってもう一球インコース続けたんですよ。で球も別に悪くなかったんですけどもう門脇選手がもう詰まりながら何でもいいからもう内野抜けてくれみたいな感じでバーンって振り抜いた打球が1、2塁が抜けたというところでこれはねもう本当根性で打ったというか、うんまあ、狙い球とかもあったと思うんだけどもうとりあえずもうバットになんとか当てるっていう、うん、厳しいボールでもなんとか当てるぞっていう気持ちがねすごく出てたあヒットだったんじゃないかなと思います。はい。で次4回裏この回、すぐ、カープに得点をされる回ですけども、まあ、これもね非常にうまいプレー何個かありました。これ先頭のねこれ矢野選手がレフト前ヒットで出るんですよ。でノーアウト1塁で小園選手がセカンドゴロ打ったんですよ。それにね、1、2塁間寄りにセカンドゴロ打ったんですね。普通の波のセカンドだったら取ってファースト投げて1個アウト取るんですね。ワンアウト2塁作られるんですけどまあうちのねうちのというか、まあ、ジャイアンツのセカンドは、まあ、確実に日本一のセカンドなんでその打球を取ってセカンドに送球するんですよ。でセカンドでギリギリアウトにするんですね。このもうこのシーズン今シーズン何個見てきたって話ですけどこのちょっとしたプレイ、うん、ワンアウト二塁になるかワンアウト一塁かになるかは全然レベルが違うんですね。全然話変わってくるんですねこれはね。でこの吉川選手がここのこの小園選手を、のセカンドゴロを二塁でアウト取れたっていうのはマジででかいんですね。見えないファインプレーなんですね。はい。でワンアウト一塁で坂倉選手っていう時にワンワンから3球目のフォークをの時にスチール盗塁決められるんですね。でそれで盗塁決められた後にライト前ヒット打たれてでランナー1、3塁になりますと。でワンアウト1、3塁で田村選手初球のね初球打ちに来るんですよ。で多分初球振りに来るやろっていうところで初球フォーク選択するんですね。で田村選手はもう ボールの上っ面パーン叩いてピッチャーゴロになるんですよ初球の、うん、このワンアウト1、3塁で初球振ってピッチャーゴロになるんですね。まあこれはカープからしたらおいおいっておい頼むで初球振ってこれかよっていう感じだと思います。でここで2アウト2、3塁で菊池選手でレフト前ヒットというタイムリーですけどもここで言ったらあの別に菅野さんね不用意に取りに行ったわけでもないし、まあ少し球が甘くなってはいますけどもこれはね菊池選手がよく狙いに行ったと思います。というのもやはり前のバッターがチャンスでフォークボールでねこう打ち崩されててピッチャーゴロになってるわけですからやっぱりね次のバッターってねやっぱりこうあ自分にもフォーク来るかなとか、あの内容だったらちょっと雰囲気悪くなるなとかやっぱ考えちゃうんですけどそこをもう度外視してもう初球のストレートだけ一本張ってもう振りに行ったこの菊池選手っていうのはやはりベテランの勘であったりとかそういったところは非常に素晴らしいなと思いました。で、その後ですよね2アウト1、3塁で末金選手来るんですけどここを空振り三振取れたのがでかいですよね。あの追加点を許さなかったっていうところは非常に素晴らしかったなと思います。もうフォークボールが冴えまくってるんでねスライダーとフォークがね。はい。で次5回裏ちょっと気になったんですけどこれまあね森下選手がねノーアウト1塁でバントを成功させるんですね。はい。でワンアウト2塁っていうところで、まあ、秋山選手をまあライトフライで、2アウト2塁から矢野選手を空振り三振っていうところでもう今日の菅野さんねこのピンチの時にもう大概もう打てるボール来てないっていうチャートをぜひ見てほしいんですけどもう高さがえぐいんですよね。もう膝ぐらいの高さしか来へんみたいな。だからそれぐらいね、すごく気合入ってたと思うし非常にねもう本当疲れてると思うんですけど本当にすごいなと思ってコントロールね、うん、はい。で次6回までこの回ね、ジャイアンツが2点入れる回ですけどもまたねこれね先頭のこれ吉川選手ヒット打つんですよ。もう僕デジャブ見てるような形でねもうなんかレフト前の映像流してんのかなって常にっていうぐらいヒット打ちましたね。でこの場面ノーアウト1塁で岡本選手がこれ、ね、タイムリー打つんですけどこれ大事な場面なんでねちょっと見ていきましょうか。はい。これね配球チャート見ていきます。はい。これね非常にね、うまく打ったんですよ、うん、で最近の岡本選手ねやっぱホームラン欲しかったりとかするんで結構、強く打つというか正しく振るみたいな、うん、綺麗な形で打つみたいなところって結構あったんですよ、うん、やっぱホームランしたいからね。でももう岡本クラスぐらいになると、カズマクラスになると、別に泳ごうが、ちょっと詰まろうが、打球がある程度上がってくれて、ある程度芯付近に行ったら、多分スタンド全部入るんですね。っていうところで、このね、二塁打も、
最後4球目のカットボールを泳ぎながら打ったんですね。泳ぎながら打ってるんですけど、これが普通にね、まあ頭越えていくというところがあって、まあストレートでね、まあ1球目、空振りでしょ。で、ストレートで、ストライク取られるでしょ。で、これ2ストライクじゃないですか。で、チェンジアップ見極めて、で、最後ね、4球目のカットボール。まあこれも、ちょっと前、先ほどの打席かな、岡本選手の先ほどの打席でカットボールでキャッチャーぐらいに打ち取られてるっていうのがあるんで、やっぱりそれも頭にあるんですね、岡本選手の中で。で、そのカットボールをうまくこう前でパーンって拾って打ったわけですけども、これ非常にいい打ち方というか、もうこういう打ち方されると、こういう岡本選手みたいなホームランバッターにこういう打ち方されると鬼に金棒なんですね、正直。まあよくや、あの、坂本さんがよくバーンってやったり、こう前で泳ぎながら打ったりしますけども、ああいうこういう打ち方ができ、するようになったらもうほんまにね、すごいと思いますよ。ほんま率もめちゃくちゃ残ると思います。はい。っていう感じですね。まあこれはでかかったですよね。ランナー一塁っていうところから帰ってこれたっていうのも非常にでかかったと思います。で、ノーアウト二塁で、まあ、坂本選手がファーストゴロ。これもね、完璧にね、ツーストライク追い込まれてから、多分サイン出てたのか、自分でやったのかちょっとわからないですけども、ツーストライクノーゴロからもう右打ち絶対しますよっていう打ち方。もうインサイド来たんですけど、もうこんな感じで、ファーストゴロ打つんですね。だからこれが、フォアザチームだなというふうに思います。で、ピッチャーワンアウト三塁で、森浦投手に代わりまして、浅野選手空振り三振するんですけど、ここで2アウト3塁で、門脇選手ね、敬遠するんですね。はい。で、これが、まあ、まあ、結果的に小林選手がヒット打ったんですけど、2アウト1、3塁でね、小林選手ヒット打ったんですけど、まあ、これも、まあ、チェンジアップでボール、チェンジアップでボール、で、ストレートでストライク。で、チェンジアップ来るかなと思わしといて、ストレートっていうところ、ちょっと裏書きに行ったところあったんですけど、もう小林選手はもう素直にね、アウトコースにの球に対して、素直にもう右方向に打つっていう打撃をね、できたんで、これライト前ヒット打てたと思うんですけど、この3点目っていうのはね、この3対1になったこの得点なんですけど、めちゃくちゃでかいですね。2対1と3対1って全然違うんですね。ほんまに。まあ、まあどこの点差でもそうですけども、本当にこの1点っていうのは今日の展開からしてもうめちゃくちゃでかかったと思います。2-1なのか3-1なのかっていうところ。だからこの小林選手の、あのね、まあ率とかは低いかもしれないけど、もうこのね、タイムリーっていうので、ほんと値千金ぐらいね、うん、価値のあるタイムリーだったなと思います。で、次、7回表。これ、7回表にも、まあ、ジャイアンツがね、3点取るわけですけども、まあ、ピッチャー黒原投手になりまして、まあ、これね、やっぱ先頭ファーボールね、ファーボールで、大越選手がバント決めて、で、ワンアウト2塁からまた吉川選手ヒット打って、で、ワンアウト1、3塁で岡本選手がこれ、二塁打でしょ、また。二打席連続二塁打。チェンジアップ。これも泳ぎながらパーンって打ってっていうところで、ああいう打ち方できてくると、もう、バッテリー投げるボールないよ、ほんまに。マジで。うん。素晴らしいと思います。で、ワンアウト二塁で坂本さんがレフトフライに倒れるものの、ツーアウト二塁でマッスーが、まあ、前進守備の外野のね、頭というかね、まあ、飛び込んで取ったんですけど、取ろうとしたんですけど、取れなかったっていうところがあったんで、まあ、非常に素晴らしいなと、思いましてね。はい。で、9回もでもですね、まあ、このワンアウト2、3塁から坂本選手のね、タイムリーであったりとか、またマッスーのね、1、3塁からの、レフト前ヒットであったりとかっていうのがありまして、まあ、最後8対1というところで、まあ、大勢もね、最後ラスト1人、2アウトから、まあ、来まして、登板来まして、まあ、ヒット打たれたんですけど、まあ、最後、末金選手をね、まあ、天敵末金選手をね、セカンドゴロに打ち取って、まあ、8対1というところで、勝ったというゲームですね。はい、非常に、まあ、素晴らしい試合だったと思うし、まあ、序盤で、まあ、1対1でどうなるかなって、うん、森下投手もあんまり乗り切れないし、菅野選手も、菅野投手も、まあ、ランナーを出しながらのピッチングではあったんで、どっちに転ぶかなっていうところありましたけども、やはり今日は僕が思うに、まあその菅野さんの粘りのピッチングもそうですけども、まあその岡本選手で、ね、まず均衡を破った二塁打のタイムリーが非常に大きかったと思いますし、まあ続くね、小林選手の3点目のライト前ヒットっていうのもめちゃくちゃ大きかったなって思うので、まあイニングですよね、まあ3対1になった時っていうのは、だいぶね、もう巨人がね、勝つんじゃないか、まだわかんないけども、だいぶ、勝利を手繰り寄せたなっていう感じはあって、で、そこからの次のね、得点っていうのはもうダメ押しになってたなっていうふうに思うので、非常にね、素晴らしい試合運びだったと思うし、まあその中、また動画出しますけども、まあ今年1年見てきて、まあめちゃくちゃいい選手いるかって、
ズバ抜けて、みんながすごいかって言ったら今の巨人僕はそうは思わないし、まあ岡本選手はね、すごい選手はいますけども、坂本さんもまあすごい選手はいますけども、みんながね、しっかりやってったっていうところがありますし、なんかその MVP 一人選べって言われてもすごく難しいというか、まあ僕は菅野さんだと思ってるんですけど、僕の中では思ってるんですけども、でもね、いろんな人の見方によっては丸さんっていう人もいるし、吉川選手っていう人もいるし、岡本選手という人もいるしね、だからそれぐらいなんかそのみんなが頑張ったというか、みんながいい結果を出して、まあ去年の阪神みたいな感じですね、だからみんなが人によってはいろいろ MVP が変わるみたいな感じで、非常に、みんなが活躍したというかね、みんながこう役割を果たしたというようなシーズンだったかなというふうに思うので、ジャイアンツが優勝できたんじゃないかなというふうに思います。はい、そんな感じでね、今日は、ね、すごく興奮というか、嬉しい気持ちありますし、皆さんもあると思うので、ぜひね、余韻に浸りながら、成人してる人はですね、お酒なんかも飲みながらね、余韻に浸ってもらいたいなというふうに思います。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。最後になりますけども、チャンネル登録、高評価、通知のボタンポチ、よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。今回もどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあバイバイ。